韓国女子監督の発言が韓国サッカー界における深刻な危機感を呼び起こしています。現在オーストラリアとニュージーランドの共催で行われている女子サッカーワールドカップでは、韓国女子代表がモロッコ戦での敗北により2連敗となり、厳しい状況に直面しています。コリン・ベル監督はモロッコ戦後の記者会見で日本を例に挙げながら体制の再編が必要だと訴えました。彼は韓国女子サッカー史上初の外国人指揮官として就任し、選手たちが4年間頑張ってきたことを理解しながらも、現在の状況に対して非常に辛い思いを抱えているようです。韓国女子代表のワールドカップ戦績はコロンビア戦とモロッコ戦で連敗しており、一方で日本はザンビアとコスタリカに勝利しており、決勝トーナメント進出を確定させています。この対照的な成績により、ベル監督は危機感を募らせ、韓国女子のサッカー界を根本的に変えていかなければならないと感じているようです。彼は具体的に体制や人材の面での改革が必要だと指摘しています。ドイツのように完全な改革を行い、成功を収めるためには何かが現在の取り組みに機能していないと考えているようです。また、若い選手たちが早い段階でサッカーに触れる機会を持つことの重要性も訴えており、日本のような長期ビジョンを持つ姿勢を見習う必要があると語っています。このような状況下での女子ワールドカップの結果により、韓国女子サッカーは大きく変わる可能性があると言われています。今後のチームの成績や取り組みがサッカー界の未来に大きな影響を及ぼすことが予想されます。男子を含めて韓国のサッカー界は変革の時が来てるように感じます。日本との違いは、韓国は少数精鋭で高校に上がる頃から選別が行われ、大学に進む選手はほんの一握りです。対して日本は広く裾野を広げることを目標として、その中から有望な選手を各地のトレセンへと導くやり方、ただし近年 J リーグの下部組織にとって変わりつつある、これはヨーロッパのやり方ですね。中大連、高大連の先生不足、少子化問題、日本も安泰とは言えませんね。日本と韓国切磋琢磨していくことを望みます。